一帯一路とは、中華人民共和国が推進する、同国とヨーロッパにかけての広域経済圏、構想である。習近平中国共産党中央委員会総書記が2013年9月7日、カザフスタンのナザルバエフ大学における演説で、シルクロード経済ベルト構築を提案したことに、始まり、翌2014年11月10日に、 中国北京市で開催されたアジア太平洋経済協力首脳会議で収想初期が提唱した。中国からユーラシア大陸を経由してヨーロッパにつながる陸路のシルクロード経済ベルトと中国沿岸部から東南アジア、南アジア、アラビア半島、アフリカ東岸を結ぶ海路の21世紀海上シルクロードの2つの地域でインフラストラクチャー整備。 貿易促進、資金の往来を促進する計画である。正式名称は、シルクロード経済ベルトと21世紀、海洋シルクロード。インフラ投資計画としては、史上最大規模で、建国100周年にあたる2049年までの完成を掲げている。一体構想は、周宗初期が行った2013年9月7日の、カザフスタンのナザルバイフ大学での演説。 一路構想は、同年10月3日のインドネシア国会での演説で、アジアインフラ投資銀行と共に、初めて提唱された。エイブや中国、ユーラシア経済協力基金、シルクロード基金などでインフラ投資を拡大させ、また、発展途上国への経済援助を通じ、人民元の国際準備通貨化による中国を中心とした世界経済圏の確立を目指すとされる。 中国政府の利活協国務院総理は、沿線国に支持を呼びかけ、100を超える国と地域から支持あるいは協力協定を得、さらに国際連合安全保障理事会、国際連合総会、東南アジア諸国連合、アラブ連盟、アフリカ連合、欧州連合、ユーラシア経済連合、アジア協力隊は、ラテンアメリカカリブ諸国共同体、 上海協力機構など多くの国際組織が支持を表明した。理括教首相は、一帯一路の建設と地域の開発、開放を結合させ、新ユーラシアランドブリッジ、陸海通貫拠点の建設を強化する必要があるとしている。第一回一帯一路国際協力サミットフォーラム、第一回一帯一路国際協力サミットフォーラムに出席した。 各国首脳2017年2月、中国は北京市で一帯一路国際協力サミットフォーラムを5月に開催すると発表し、グテーレス国際連合事務総長ら70を超える国際機関代表団やロシアのプーチン大統領ら29カ国の首脳が出席を表明したのをはじめとして、世界130カ国長の政府代表団が参加を決定し、5月14日から15日にかけて、 フォーラムが開催された。しかし G7 は閣僚を急などを出席させて首脳のほとんどは欠席し出席したのはイタリアの首相パオロ・ジェンティローだけとなった。イタリアはギリシャなどとともに EU 加盟国では一帯一路への協力に積極的な国の一つとされ後にジュゼッペ・コンテ政権は G7 で初めて一帯一路に関する覚書を中国と 締結している。一帯一路を中国主導の巨大経済圏構想と警戒して、英武参加を見送ってきた日米は政府代表団を派遣した。2017年10月の中国共産党第19回全国代表大会で、党規約に一帯一路が盛り込まれた。2019年4月25日、第2回一帯一路国際協力サミットフォーラムが北京で開催され、 国連事務総長らと三十七カ国の首脳や日本など百五十カ国を超える代表団が出席するも前回参加した米国は一帯一路への批判を強めたために出席を見送った。一帯一路構想のルートである中央半列はユシン王鉄道が構想以前からドイツのデュースブルクまで開通してギ宇、ロンドン路線とギ宇、マドリード路線は中国大陸とヨーロッパをつなぐ。 世界最長の鉄道路線であり、一帯一路が提唱された2013年時点で80本に、過ぎなかった中央半列の運行本数は2018年には1万本を超えた。基本的に、ユーラシアランドブリッジの浜周線や周日線を経由するトランスユーラシアロジスティクスなどが代表的だが、現陶機での輸送などに適してないロシアを迂回する。 ルートとして親ユーラシアランドブリッジの北強支線からアゼルバイジャン、ジョージア、トルコを通るルートも開発されており、デフヘラン、マザーリシャリーフ、ハイラターンとも結ばれている。ヒューレットパッカードや BMW といった欧米企業、フォックスコンやエーサーのような台湾企業、伊藤中商寺や日本通運など日本企業も輸送に活用している。また中国は 一帯一路構想の一環として機関が各国で異なる中央半列での貨客輸送を高速化できる機関化変式鉄道車両を開発している。海洋では北極海航路、北米航路も第三のルートとして含まれている。ロシアのムルマンスクの不島を開発してヨーロッパ、ロシア、日本、中国というルートである。これはロシア連邦大統領 ウラジミール・プーチンが一帯一路と北極海航路の連結という形で提唱し中国は氷上視力ロードと呼んでいる。北ユークシ路南有進河派として日本の北海道東部にあるシ路港をアジアの玄関口北のシンガポール港という位置づけで強い関心があることも公表されている。中国遠洋海運集団はドイツから釧路港に穀物を輸送したほか 日本の商船密井は中国企業と合弁して北極海航路でロシアの LNG を運んでいる。南米大陸横断鉄道などの構想がある中南米諸国とは太平洋海上シルクロードの構築で合意している。パキスタン国内の一帯一路関連事業は中国・パキスタン経済回廊として推進されている。イムランカーン首相が2019年に発足させた。 パキスタン軍が影響力を持つクペック公社が主導してきた。公社発足の行政命令は2020年5月に執行したが、パキスタン議会が改めて公社に一帯一路関連事業の管轄権を与える法案の制定手続きを進めている。成立すれば公社は首相府に直属して計画開発省への報告義務がなくなり、公社職員は刑事面積、 協力的な公務員への捜査権を与えられる。2015年5月8日、周総初期は、ロシアのプーチン大統領と会談し、一帯一路を、ユーラシア経済連合と連結させるとする、共同声明を発表した。同年11月17日に、プーチン大統領は、当時アメリカ合衆国が主導していた艦隊併用、パートナーシップ協定を批判し、 中路のユーラシア経済連結がアジア太平洋の繁栄をもたらすと発表した。2016年6月17日のサンクトペテルブルク国際経済フォーラムでプーチン大統領が中国、パキスタン、インド、イランなど上海協力機構参加国を中心に進めるとする大ユーラシアパートナーシップ構想とその第一段階として中国と連携する方針を発表。 同月25日のプーチン大統領の訪中でこの構想の共同研究が合意され、24日の中路網首脳会談では、モンゴルのエルベグドルジ大統領が掲げる草原の未知構想と一帯一路とユーラシア経済連合の連結を謳った中国モンゴルロシア経済回廊建設計画公用が調印された。二千十七年五月の一帯一路フォーラム開幕式で、 プーチン大統領は一帯一路、上海協力機構、ユーラシア経済連合などは大ユーラシアパートナーシップの基礎となると演説した。同年6月のカザフスタンのアスタナの上海協力機構の首脳会議で一帯一路への支持などを掲げるアスタナ宣言が採択された。2017年11月にはアジア太平洋経済協力に向けて プーチン大統領が発表した論文では、ユーラシア経済連合と中国の貿易経済協力協定交渉の完了や、大ユーラシアパートナーシップ構想は、中国の一帯一路を基礎にすることが述べられ、翌2018年5月に、ユーラシア経済連合は、中国との貿易経済協力協定とイランとの暫定自由貿易協定を締結した。2019年4月の第2回フォーラムで、 プーチン大統領は大ユーラシアパートナーシップ構想が進行中であることを演説した。同年6月のサンクトペテルブルク国際経済フォーラムで大ユーラシアパートナーシップ構想への支持を中国の周総初期は表明し、一帯一路と大ユーラシアパートナーシップの構築協力を掲げた中路共同声明を発表した。周総初期は 一帯一路を最初に打ち出した場所であるカザフスタンとの関係を重視しており、カザフスタンのヌルスルタン、ナザルバエフ大統領も自らの掲げるヌルリ、上リ構想はシルクロード経済ベルトの一部と認めて一帯一路と連結するとしている。米国のドナルド・トランプ政権は一帯一路国際協力サミットフォーラムにマット、ポッティンガー・アメリカ国家安全保障会議アジア、 上級部長を団長とする代表団を派遣し、米国企業の参加準備と作業部会設置を表明しつつ透明性と民間資本の活用を主張した。トランプ大統領顧問で元 CIA 長官のジェームズ・ウルジーは A 部への米国の不参加をオバマ政権の戦略的失敗と批判した。トランプの支援者で民間軍事会社ブラックウォーター USA の エリック・プリンスは中国政府系の警備、流通会社フロンティア、サービスグループ会長としてアフリカなどで一帯一路戦略を支援している。トランプ政権後は北京のアメリカ大使館などで米中国企業を集めた会合が行われるようになった。トランプ大統領の訪中の際は収葬初期と一帯一路への協力で一致し、 トランプ大統領自身も一帯一路への協力について米国はオープンであると述べている。しかし2018年に起きた米中貿易戦争以降のトランプ政権は一帯一路への批判を強めて第2回一帯一路国際協力サミットフォーラムへの参加を見送りアメリカ合衆国副大統領のマイク・ペンスが一帯一路を 借金付け外交と批判したのに始まり、アメリカ合衆国国務長官のマイク・ポンペオも一帯一路に参加する各国を牽制し、国連安全保障理事会でも米国は一帯一路を過剰な債務や透明性などで問題を抱えていると非難して従来盛り込まれてきたアンポリ決議案からの文言削除も主張するようになった。カリフォルニア州知事ジェリー・ブラウンなども独自に 一帯一路構想への参加を表明しており、作業部会を設立している。日本の安倍晋三内閣総理大臣は、中国の経済的、軍事的対等に対応する集団安全保障構想として、自由、民主主義、基本的人権、法の支配、市場経済といった価値を基礎とする価値観外交を展開する中、2006年に北欧からユーラシア大陸、 北東アジアにつながる地域を自由と繁栄の子として構築することを提唱した。2007年にはインド国会演説で太平洋とインド洋を一つの自由の海と述べ、また非米合意戦略対話を成立させてきた。第2次安倍政権の2012年12月に中国の南シナ海での挑戦により太平洋とインド洋にわたる航行の自由が脅かされつつあるが、 日米合意を結ぶセキュリティダイヤモンド構想を提唱し、2013年の施政方針演説では日、米合意に加えて、海洋アジア諸国との連携を深めると述べた。2013年から2014年にかけて、中国の一帯一路構想が公表されると、安倍首相はさらに海洋戦略を進展させ、2016年8月にアフリカ開発会議で、 インド太平洋からアフリカまでの海洋地域を力ややつと無縁で法の支配を通るとして主権と領土保全における革新的な懸念を無視した事業計画を受け入れる国は一つもないと批判する外務省声明を発表し一帯一路国際協力サミットフォーラムからのナレンドラモディ首相らへの招待を拒否して世界で唯一公式にフォーラムをボイコットした国となった。また 支えきれない、債務負担を地域に作り出す事業は行わないように、するという財務上の責任の原則に従うべきだとも、述べ、中国がスリランカを借金付けにしていることなどを念頭に牽制している。ロシアは、友好国のインドに対して、個別に問題があっても、政治的解決を、他のすべての分野に結びつけてはならない。一帯一路からメリットを得る道を探せるだけの非常に、 懸命な政治家や外交官がインドにいると信じると協力を求めた。2018年6月の中国、チンタオでの上海協力機構の首脳会議でも、インドのみ、一帯一路に不支持を表明した。中華人民共和国から融資を受けても、財政の健全性や透明性といったガバナンスとコンプライアンスがないために、 莫大な債務を発展途上国が負わされて土地を代わりに取り上げられることが問題になっている。マレーシアは中国の国営企業から受けた融資が国営ファンドに利用された可能性と過剰なコストの問題から鉄道建設事業を中断した。パキスタンは2015年に中国が世界に披露する 一体一路の象徴的プロジェクトとして始まった620億ドル規模の事業に公的資金が投入されなければ継続不可能な莫大な借金をきたして国際通貨基金やサウジアラビアなどにも財政支援を要請することとなった。また構想以前の2013年1月にはクワーダル港の創業権を中国に譲って海上輸送の要衝となっているがインドは 古近島時代の真珠の首飾り戦略から中国によるインド洋に面する高安な軍事利用を警戒していた。スリランカは建設費のほとんどを中国からの融資を受け完成させたインフラに赤字が続き中国への11億2000万ドルの借金徴決の条件で2017年12月に株式の70%を引き渡して南部の半ンと他校に99年間の 港湾運営権を中国企業に譲渡する事態に追い込まれた。獲得した港の軍事目的での利用が指摘されている。ミャンマーの港湾事業も中国の軍事的目的が疑われる事例として指摘されている。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は中国の大規模な資金支援でラオス、モルディブ、モンゴル、モンテネグロ、ジブチが大規模な負債の返済リスクに直面している。 状態だと報道している。キルギスの場合、一帯一路のために、国債の国内総生産の割合が62%から78%に、さらに中国人民解放軍がジブチ保障基地を置くジブチは82%で91%に、急騰と推定した。これらの問題の背景として、建設中のインフラは完成した後に、中国に返済に向かされているが、 事業採算性を判断する能力やノウハウが不足している途上国は負債が積み重なっていることがある。韓国紙国民日報によると中国の利益優先主義が背後にあることによって中国の銀行から事業へ融資契約をしなければならないため透明性がなく思行まで中国企業が行うために中国にますます借金を負う仕組みになっている。 中国国営の環球時報に名指しで批判されたインドの戦略研究家ブレーマ・マチェラニーはスリランカが中国に背負わされた負担を過小にしていること日本によるプロジェクトの金利は0.5%なのに対して一帯一路など中国人によるものは6.3%もするスリランカの例を挙げて一帯一路は借金付け外交と指摘している アメリカ合衆国国防総省の2020年版中国の軍事動向に関する年次報告書によると、太陽国、ミャンマー、パキスタン、タジキスタン、アラブ首長国連邦、シンガポール、インドネシア、スリランカ、セーシェル、ケニア、タンザニア、アンゴラの15カ国は中国が軍事拠点として検討中とされた国と認識されている。これら国々の多くは、 一帯一路に沿う形で点在している。経済の一帯一路は軍事の一帯一路と化す危険性を帯びている。ありがとうございます。